ケイクカックバイバンドラブはバンドラブテクノロジーズによって開発されている無料の DAW ソフトウェアである。対象のプラットフォームはマイクロソフトウィンドウズ。かつてはケイクカックによって開発されておりソナーという名称で知られていた。シンガポールに拠点を置くバンドラブテクノロジーズが開発するプロフェッショナルユースのデジタルオーディオワークステーション2017年まではケイクカックより ソナーという名称で販売されていた。ケイクカックバイバンドラブは、ソナーシリーズの最上位グレードである、ソナープラチノムと同等の機能を搭載し、誰でも無料で利用することができる。フリーウェア化したことに伴って、以前のメンバーシップ制は廃止されたが、2019年5月現在においても、およそ1ヶ月に一度のアップデートが継続されている。デジタルオーディオワークステーションとしての歴史は、 ウィンドウズ95向けに提供されていた、ケイクカックプロオーディオ4にまで遡る。北米以外の地域や日本での管理、販売は、持ち株会社であったロランが担当していた。その後バージョンアップを重ね、2001年にソナーが発売、以降はおよそ1年に一度バージョンアップが繰り返された。2013年にケイクカックがギブソンに買収されたことにより、国内では、ティックが、 正規代理店となった。2015年、ソナーのナンバリングを撤廃しメンバーシップ制を導入。12ヶ月の分割払いとなり、支払った期間の3ヶ月に一度のアップデートを受け取れるシステムに変更される。2017年には、ケイクカックの親会社であるギブソンにより、ソナーシリーズを含む全てのケイクカック製品の開発終了が告知されたが、2018年にバンドラブテクノロジーズが、 ケイクカックインクの資産を取得。同年4月までにケイクカックバイワンドラブの早期アクセス版がリリースされた。付属するインストゥルメントプラグインはケイクカック TTS-1 ケイクカックスタジオインストゥルメンツの計5つ。エフェクトプラグインはオーバーラウド TH3 ケイクカックエディション、ブレバーブ2ケイクカック、ソニータス FX スイートのみであるがドラムリプラサーや プロチャンネルなど、ダークテックス、VST プラグインでないエフェクタが他にも多数、付属する、ピアノロール、数値入力、譜面入力をサポート、通常のシーケンサに加え、特定のエディションを除き、ステップシーケンサも有する、マルチトラックでの音楽編集機能、寄付機能、サラウンドサウンド機能を提供する、互換性のある他ソフトウェアから、オーディオループ素材を取り込み、 ミックスダウンすることも可能。また、64ビット不動小数点オーディオエンジンに対応している。オーディオ出力オプションは、i f AU、U, c f f l ag, a c RAW、SD、W64、WAV である。2015年のバージョンからは、DSD フォーマットのネイティブ編集に対応している。オーディオスナップ、編集、オーディオスナップは、スライシングや、 破壊編集をすることなく、オーディオのタイミング修正を可能にするツールである。これは一度に一部、または、プロジェクト全体をクオンタイズすることができる。クリップ全体をクオンタイズする代わりに、スプリットビーツイントゥークリップスコマンドを用いて、クリップをより小さい断片、もしくはビートの長さの断片に分割することも可能。もしクリップ中の連続したビートがグリッドに揃っていないのなら、 オーディオスナップビーツコマンドを用いてグリッドに揃うようにクリップをクオンタイズすることができる。限定された動画編集機能を有する a v i MPEG WMV とムーブメントファイルをサポートしビデオを別のトラックの中にサムネイルとして表示することができる。また適合するハードウェアとファイ r ーワイヤーを通じて外部モニターに映像出力することも可能。 すべての一般的なスンプとフォーマット、フレームサイズとフレームレートがサポートされている。D-Wire を経由し、サンプル精度で他のマルチメディアアプリケーションへ接続可能。DarkTex、d o c c VST、BESTI のプラグインフォーマットに対応し、ソフトウェアシンセサイザー、ソフトウェアサンプラー、ソフトウェアドラムマシン等のソフトウェア音源やエフェクターを利用可能。VST に、 ネイティブ対応し、計画 VST アダプターが不要になった。また、アラ規格のプラグインをサポートしており、バンドルされているメラディンエッセンシャルなどとシームレスな連携が可能である。バージョン2019.05より、アラに規格がサポートされた。CAL は、MIDI 関連の操作を記述し、オートメーション化させることが可能なスクリプト言語である。この機能は、ACT とも呼ばれ、MIDI コントローラー。 サーフェスとパラメータのアサインをアシストするものである。エフェクトやソフトウェアシンセサイザーをコントロールする際、コントローラー、サーフェスを現在アクティブになっている。プラグインに合わせてアサインする。現在はソナー専用のオートメーションコンソール、ソナー V スタジオ700に完全に対応した。ソナーは CM ラブスモーターミックスのような他の特殊用途専用コントローラー、サーフェスにも対応し、 アクトミディコントローラーと呼ばれる汎用プラグインを含んでいる。それは、JL クーパーフェイダーマスター、PVPC-1600、ケントンコントロールフリークのような、一般的なミディコントローラー、サーフェスに対応する様に設定されている。一般的なコントローラー、サーフェスは、フェーダー、ノブ、ボタンのストリップを8から16持ち、モータライズされておらず、大抵、 ミディメッセージを送信する様に設定されている。主に、ボーカルパートをオーディオ編集するための機能。ボーカルのピッチ、タイム、ホルーマンとダイナミクスを解析し編集することができる。微調整から大胆な効果まで編集することができ、機能的にはオートチューンと似通っている。ソナー X2 のバージョンで開発を終了し、ソナー X3 からはセレモニーソフトウェア社の製品メラディンの イバージョンであるメラディンエッセンシャルが代替ソフトとして添付されることになった。バージョン6以降、ソナーは64ビット版の Windows XP および Windows Vista において、64ビットオーディオエンジンと64ビットミキサーによるフル64ビット内部処理が可能となった。ソフトウェア音源により GM2 規格にも対応。オーディオのミキシング過程のオートメーション化が可能。MIDI、は、 デジタル音楽の表現手段として広く標準として認められているが、競合する録音、編集ソフトウェア間でプロジェクトをやり取りするための広く受け入れられている標準は存在しない。それゆえに、カペースのプロジェクトをネイティブフォーマットのままソナーにインポートすることは不可能であり、その逆もまた同様である。とはいうものの、アマフィファイルの形を用いれば、オーディオのタイミング、テンポ、 音量、そしてパン情報を維持した状態でマルチトラックオーディオのプロジェクトをアプリケーション間で交換することが可能である。最上位版のソナープロデューサーと普及版のソナースタジオとが存在する。2010年発表のソナ X1 からはソナーホームスタジオがエサンシエルとしてメインラインに統合された。2015年発表のバージョンからは X を含むバージョン名がなくなり、 プロデューサーがプラチナムへ、スタジオがプロフェッショナルへ、エサンシェルがアーティストへと、各グレードの名称が変更された。同時に、販売方式が、従来の買い切り方式から、月額のメンバーシップ方式へと変更された。12ヶ月分の料金を一括で支払った場合、または、月払いで12ヶ月間利用した場合、以降は料金を支払わなくとも、永続的にソナーを利用できるが、 アップデート及びサポートを利用できるのは料金を支払った期間のみである。これに伴い不定期的なメジャーバージョンアップは廃止され、マンスリーアップデートと称した新機能や不具合修正などをメンバーシップ保有者へ対し1ヶ月に一度提供する形となった。ローランから販売されていた時にはミュージ・ローソナーデジタルスタジオソナーパーフェクトソリューション ソナーパワースタジオの名称で、ロラン社ハードウェアとの同梱パッケージが存在していた。製品構成には、同社のミディオンである SC シリーズや SD シリーズ、オーディオインターフェースである UA シリーズ等が組み合わされた。2016年には、ソナープラチノムエルティと称された、メンバーシップ料金を支払わなくとも、永続的なアップデート、サポートを利用できるライセンスが、期間限定で販売された。 2018年、開発元の変更に伴い名称が、ケイクカックバイバンドラブへと変更された。グレード制は廃止され、従来のプラチナムと同等の機能を無料で利用することができる。ソナー V スタジオ100専用のバンドル版、ソナー LE と同じくソナーのライトバージョンであるが、一部の機能に制限はあるもののソナーとほぼ同等となっている。ソナーホームスタジオと、 プラグイン等を強化したソナーホームスタジオ XL とが存在する。2010年発表のソナー X1 よりエザンシールとしてメインラインに統合された。2017年ソナーシリーズのエントリー版としてソナーホームスタジオが発売された。これに伴いエントリー向け DAW として販売されていたミュージッククレアトールシリーズは廃止された。しかし上位版のソナーとは違って 買い切り方式での販売となる。また、毎月のアップデートを含むインストール以降のサポートは一切行われない。2018年2月現在、ソナーホームスタジオは無料で入手することができる。本来であれば2018年1月11日までの期間限定での無償配布であるはずが、その期日を過ぎた2018年2月現在となっても問題なくアクティベートが可能である。 ミュージッククレアトールはソナーの機能を制限したライトバージョンである。ソナーとは GUI や操作感が大きく異なる。ソナー LE はソナーの機能を制限したライトエディションである。動画編集機能は付いていないが、オーディオやミディのレコーディングから編集、ミキシング、マスタリングまで DTM に関する一通りの機能を揃えている。各社の DTM 関連製品へのバンドルという 形で提供されている。ミュージッククレアトール LE はミュージッククレアトールの機能を制限したライトエディションである各社の DTM 関連製品へのバンドルという形で提供されている。日本国内では未提供、ソナーを中核とした専用ハードウェアによる音楽制作システム、業務用からギタリスト向けまで数種の製品が存在する。ハードウェアにはオーディオインターフェース、 フィジカルコントローラー等を搭載する。ありがとうございます。